じゃあ DJ っていう、いや音響、どうなんですか、音響、音響、機材操作、機材操作、音響、なんか裏方とかいろいろ言われてるんです。私なんか昔のだから音響としか言わない、そういうあれでいいのかなと思って。ミムさんがピンチヒッターでも、はい、じゃあ、どうもなんですね、よろしくお願いします。はい、5月5日、子どもの日ですね。今日も、嘉手納街角情報局からお送りしております。嘉手納ハートビートのマミーの時間が来ました。ユンタクのマミーが今日も1時間頑張ってやっていきたいと思っております。皆さんは今車の中ですかね、行楽地にいるんですかね。実はもう今日このスタジオに来ましてね、今日はいいんじゃないっていうことで本当来たんですが、まあ音響の田本さんがねお一人頑張ってらっしゃったんで、一緒にまあ1時間ユンタクでもしようかっていうことでちょっとお誘いをして、今日は田本さん、はい、一緒によろしくお願いいたします。お願いします、はい。それではですね、ちょっとあの嘉手納の情報を少し入れときましょうかね。愛の小さな歴史っていう、こうもう皆さん何度かお聞きになったと思うんですけども、5月22日14時からですね、嘉手納の文化センターであの映画があります。あのぜひあの家族のね、あの大切な人と聞いて、あなたは誰を思いましたかっていうこの、 あの問いがあるんですが、あの家族愛、そういったもののいろんなもうトラブル、いろんなことを含めて家族愛につないでいくっていう形の、 あの映画になっておりますのでね、あのぜひあの見に行ってください。愛の小さな歴史、5月22日、嘉手納文化センター14時30分からになっております。よろしくお願いいたします。今月ですね。それからこれ今あの告知としてこちらの方に書類はないんですが、あの RN っていうあの元アクターズスクールの子どもたちがあの立ち上げたあのダンススタジオなんですが、茶谷町の方にあります。茶谷のこの合鉢沿いですね、そこにあるんですが、その子たちの、ダンス、そしてミュージカルもあります。でこのここのね、未来センター、はい、うん、そこの方の会場がありますよね、そこ後ろの方に、はいはいはい、そこで、今月のですね、15日すぐですね、15日に、16時から、そこでダンスとミュージカルがあるんですよ。去年来たんですけどね、2000円って普通ほらあの素人のねこのあれっていうのはちょっと高いんじゃないかなって最初私思ったんですよ。だけど、このミュージカルもう素人と思えない、まあ本当にもうプロでしょうね。今回もあのオズと魔法、オズの魔法使い、はい、それがあるんですけどね、もう本当に私これ2000円でも安いんじゃないかなと思って去年いきなり言いましたよ。いやー2000円だったけどすごい良かったよってこと言ったんですよね。で 今年もありますので、ぜひこの、5月の15日、うん、2000円です。前売り券もこの当日券も2000円だったのかな、まあ、ちょっと私もね宣伝不足っていうのがあるかもしれませんけど、結構楽しいです。で子供さん小、3歳からかな、で大人はまあ私まではいかないんですけど40歳近くまでかな、もしかするとその方たちがこう一緒になって小学生も全部含めてですねダンスがあるんですよ。私結構楽しみしてます。実はですね、そこでうち孫もやってましてね、ご出演、そう、娘もちょっとあれなんですけど、いろんなこう携わってるんですけどね、孫がこうちょっとやってまして、
昨日そのオズの魔法使いってグリーンのイメージなんですよ。グリーンのあの全体的をグリーンにやるということでですね、もうあっちこっち行ってもうくたくたに疲れて、であと漫画倉庫に行ったんですよ。このあの適当に見ているのがあったんで孫を連れて、それでも孫がこうあんまり気に入らない、そしていろんなことやっていたら、あの着物の反物、あ、帯ごめんなさい、はい、帯を一旦見たらグリーンだったんですよ。薄いグリーンなんですけど、それを買ってきて、もしかしたらこれできるかもしれないっていうことで、昨日12時前に帰ってきて朝の4時までそれで衣装を作ったんですけどだけど本人まあ結構気にはいってるんですけど、まだ何か足りないっていうことで、だから今日本当はこの番組がなければまたシャリマ行ってそれの継ぎ足しの生地を買ってやりたいなっていうので、ちょっと今日はどんなっていうのをね、タモトさんに話したんですけど、そういうこともあったわけです。そうで、朝の6時ぐらいまで起きて、それでまた、あの孫はちょうど泊まってましたからね、でちょっとなんかモニターあの着せて写真も写したりしたんですけど、ちょっと物足りないんで、もうあとまたもう一回シャリマに行って、その継ぎ足しのこの生地を買ってきて少しやってみようかなと思ってるんですよ。だからぜひもう皆さんね、結構なんか本当に私あまりミュージカルっていうのはあまり興味なかったんですよ。まあ自分ダンスはね結構見ていて結構いいんですよね。だけどこのミュージカルっていうのはあまり興味なかったんですけど、この子たちの見てから結構いいんだなと思ってね。で本当にあの後ろのバックのこのなんていうあれ、このグっていうの、この後ろでいろんなの使いますよね、舞台背景いろんなの、本当にこれ本当にこの子たちが作ったのと思うぐらいの、やっぱりあのアクターズってあれで、まあちょっといろいろあったみたいですけど、これ鍛えられた分はあるんだなっていうのを本当思いましたよね。だからとっても楽しみにしてます。あの昨日、去年は海賊のあれなんだっけな、私いつも忘れるから、オーバーはもういつもこんなのねえことみんな忘れてしまってて、なんで沖縄のオーバーはご飯、今日のご飯ちょっと今一段で毎日は美味しく作れないっていうのが大きなオーバーで私のその部類に入ったっていうことで、もう主人とその話をしてここまで連れてきてもらったんですよ、うん、だからもう最近言葉をしょっちゅう自分で濁しておく、うん、やっぱりオーバーって言われても仕方ないなっていうのね。タモトさんの今バンジーでしょ、はい、40代来ました。僕も40代後半です。あ、だけどね、あの10年ごとっていうのかな、例えば20代は朝まで起きても要するに2時間寝れば仕事に行ける、で30代がちょっときつくなる、今もう私たち2時間寝たらね胸はかはかしてよく仕事に行けない今まだ大丈夫、4時間ぐらい睡眠時間、4時間でも大丈夫、それはきついですね、4時間だけは、うん、ね、30代だったら4時間でも大丈夫なんですよ。今多分5、6時間、6時間ぐらい寝ないと、あので特に朝あお酒、はい、例えば夜更かしして飲んだとしたら翌日はきついでしょ、聞きれないですね、うん、うち主人なんかこう朝まで飲んでゴルフ場で2時間寝てすぐゴルフ行ったっていうのがありますからね。でも今もうできないゴルフだよって2時ぐらい前お酒飲むでしょ、翌日もうゴルフ起こしてよって言っていけない、もう私も起こさない、だってあんたここまで飲んで明日7時からゴルフ行こう8時から行こうって言ったらもう飲酒運転だからっていうことで、絶対私もうその頃もう、ま、あのあの時昔はねもうゴルフ場で寝てそのまま行っていたっていうことでよく言ってましたよ。でも怖いですよね飲酒運転っていうのもね、前はね昔はそれがなかったから飲酒運転で捕まるっていうのが、事故を起こしたら飲酒運転で捕まるって言うんですけど、私はでも昔からあのこの飲酒運転ののがこれはする前から私飲めないんですよ。だから酒を飲む人は要するにこの何酒を飲んで車を運転する人たちは殺人者だっていうことをよく私口にしていたんですよ昔から。とんでもないですよね。で前はほら事故を起こして人が亡くなったとしてもそんなにたくさんのほら罪がなかったけども、今はねその本当にもうこうなんていうのかな、車にぶつかって死んだ人の方がとってももう最悪っていう形の状態だったんですけど、もう今
車を持ってこの人を引いてしまったら本当殺人者なんだから、それだけのことはねしなくちゃいけないんじゃないかなと、まあ私の話はねあちこち飛んでこの話がなっていくんですけどね、こういった形のまあ子供の日はみんなどうしてるかなっていうのがあるんですけどね、やっぱりそうですね、母の日がどうにか敬老の日に孫から何かプレゼントが来る、うん、子供の日って何か思い出ありますか？子供の日ですか、うん、子供の日はやっぱり親にいろいろ連れて行ってくれて、あっていうのはすごい、うんうん、やっぱりそれ私たちね超貧乏で、なんていうのかな、それなんね、うちあの今のコンビニ抹茶屋昔の、はい、あの田舎の方であの読谷の方のね赤むやっていうこの本当に座金城市の下の方にあるんですよ、はい、本当に12、3から20所帯あるかないかぐらいの、前はね今はもう結構あるんですけどね、昔はそこ宇治畑まで10分ぐらい歩いてお家に着くっていうぐらいの感じだったんですけど、そこのこのちょっとした集落があったんですよね昔は。そこに一軒だけ町屋があって、でそれでうちの母ね、父と母はそこで町屋をやっていてっていう、まあ湯田もやってたんですけど、うん、そこでやっていた時に子供の日にはね、うちの母は要するに自分の子供もその周囲にいる14、15名ぐらいの子供たちみんな同じように、あの昔の茶色の袋があるんですけどね、 あれにお菓子を詰めてみんなに配るんですよ。だから自分の子供も要するに周囲の子供たちもみんな一緒、お年玉も500円、自分の子供500円、ある時に500円、もう本当にで周囲の子供たちにも500円っていうのが決まってたんですよ。だからうちの母っていうのはあまりこういうあれしなかったなと思うんですけど、なんかその母のこうあれを継いだのが私じゃないかなと思うんですよ。なぜかったら普通田本さんは自分の子供と例えば周囲の子供は喧嘩したりしますよね、はい、で誰をかばう？結局ちょっとやっぱり自分の子供優先、多少はその時々に変わるかもしれないですね、うん、私はねすぐ理由を聞くんですよ、うん、なぜこうなったかって、あで聞いて、うちの息子もやんちゃでしたからね小さい時に、だからもうこれがあったんであんたが悪いって、うちすぐ息子にそれに言ってたんで、うん、そしたらあの他の例えば自分たちの兄弟のおばさんとかあれだったら自分の子供をすぐかばって優先的にするはずだね、うちのね母親はもうこれがないとみんな平等みたいな感じでするから自分の稼いを絶対しなかったみたいな言い方されたことがあるんですよ。だから主人と子供たちが喧嘩したら言い合っていたりしても私は主人のあのあれを優先的にしなかったっていうのがあったんですよ。だけどその後から子供たちにお父さんはこれね、あの時は言うことは間違っていたかもしれないけど、あんたがたとの約束守らなかったかもしれないけども、でもお父さんこれだけ頑張ってるんだよとフォローだけは確実にしていたっていうのがあるんですよね。もう子供たちにはねもう本当にいろんな番組とか、あごめんなさい、こういういろんな思い出があるかもしれませんけど、で今奥の方で鯉のぼり祭りってやったの分かります？カレナもやってたんですよ去年まで。膝側の、はい、ものすごい鯉のぼりがあってね、鯉のぼり祭りやってたんですけど、ちょっと向こうは読谷とのこの海辺をこう本当にこうつないでこうやるんで、ちょっとそれが危険だっていう話になってしまって、うん、そのあのいろんな足場とかこの木につないだり、はい、本当にこんな竹やぶのところからつないで結構彼の方ね頑張っていってたんですけど、でなんかそこが私有地なのかな、そこでいろんな許可もらったりとかそういういろんな問題が出て、それで今回からもう本当寂しいんですけどやってないんですよ。それからもう一つ嘉手納町ってあの新町通りっていうのがあるんですけど、まだこの新町通りっていうのはこの特別なこのなんていうの通り会っていうのはないんですけどね、昔はあったらしいんですけど、この何ねあの防衛庁が来たりいろんなことが来たりしてこうねみんなそこの人たちがみんなあのいなくなってしまって、残りの数の人たちが残ってる中で一応この通り会はなくなったって言ってるんですけど、ここの通りのこのうちのハートビートのマスターやであの居酒屋デッチテイさんでなごみさんとか
そこの何名かの方々がね、ちょっと一緒になって子どもたちのために何かしようじゃないかということで、保育園、幼稚園児かな、保育園児、この200名前後くらいの人たちにね、わざわざ布にね、自分たちがですよ、出して、それにこう、みんな鯉のぼりを縫うんですよ。縫って、で、持って行って、そこに子どもたちとりあえず名前を書いて、家を書いてもらって、今、通りにつけてあるんですよ。すごい、手作りの。そう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 。これはもう毎年今やっていて、そういったちょっとした細かいことなんですけど、それでちょっと頑張ってるんです。で、だから子どもたちはそれを見に来て、ね、そこで自分の、ああこれだとか写真写していったりしてね、こういう地道なことは本当に今頑張ってる嘉手納町なんですよね。で、奥の方で今やってる鯉のぼり祭りありますよね。そこでうちのハートビートのマスターは、毎年もう何年だろうな、十何年ぐらい、もうやがて20年近く向こうに帰っていて、バンドしてるんですよ。マップっていうバンドなんですけど、5名ぐらいいて、これもう 何名かこうね、スタッフ、こう、なんていうの、これ変わったりもしてるんですけど、ずっとやっていましてね。で、それが、なんていうの、雨、昨日、一昨日、3日の日、ちょうどもう5月3日の日なんですけど、去年も雨だったらしいんですけど、今年も大雨で、一泊で行くもんですからね、3日の日に行ってバンドして、翌日そのペンション、そこに泊まって帰ってくるんですけど、マミも酔うんですよ。車に酔う、バスに酔う、みんなで一緒に行くんですけど、で、毎年自分は後から行って帰ってくる状態なんですけど、で、またみんなこのペンションの中で雑魚に20名から30名近くみんなね、雑魚にしちゃうんで、それが嫌で私は帰ってくる状態なんですけど、一昨日はほら3日の日雨っていう情報あれ入ったでしょ、それがあったんで、もう今回は行かなくて、でもすごい雷もすごい大雨降ってやったらしいんですけどね、それでももうなんとか終わりましたって言ってたんですよね。で、こういったあれで、もううちハートビートのマスターはこういった何バンド持っていて、マップバンドって言ってるんですけどね、ずっともうだいたい40代後半から始まっていて、今もう60代ですよね。マップって言うんですけど、今もうシルバーだから S つけてスマップ。あまあそんな話をしながらね、あんた方はもうほんとシルバーだよみんなって言ってるんですけど、平均年齢もね、まあ一人若いのがその息子さんが一人入ったんで、ちょっとまだ平均年齢あるかなと思って、前はもう60歳ぐらいの、もう今だいたいそういう形になってるんじゃないかなと思って、あんた方早くスマップにしなさいよって言ってるんですけど、シルバーマップそんな話しながらやってる、でね、まああと子供の日っていうと、もうこの鯉のぼりであれなんですけど、なんかちょっとあんま子供さんいらっしゃいますよね、はい、3名、3名、ああすごいね。で、田口さんのフェイスブック見ると家がすごいですよね。あれ、竜、竜を描いてたの？そうですね、竜を、はい、描いて、まあいろいろと、はい、急に思い立って描き始めたっていうのが、なんかどういう、あれ何、クレヨンをどういうにしてるって、パステルっていう画材があるんですけど、それを茶こし、茶こし、それにこう削っていくと粉になります、ね、それを指とか綿棒とかでこう紙にこう塗っていくわけ、塗っていく、押していく、で重ねたりとか、ぼかしたり、また逆にこうはみ出た部分は消したりとか、すごいよね、あれ。なんかあれ最初漫画帳かなとか言われて、いやそうでもないなと思ったり、ただその上からまたいろいろペンでちょっと、形を作るために描いてはいるんで、全部がパステル使ってるわけではないですけど、いつ頃から始められたんですか？いや、もう本当にあれですよ、4月ぐらいですよ。はあ、そうですか。はい、もともとやっぱり感覚がいいのかな。感覚は、まあ、小さい時からちょっと習字は、親の影響で。
ちょっとやってたんで、うん、そういうのはもしかしたらあったかもしれないですけど、うん、はい、あの家は得意ではなかったんだけど、あのマミもね今どれぐらいなのかな、あのハートビートの前の方に大きなガラスがあるんですよ。これ、はい、何え2メートル余るよね。あ、このスタジオの、はい、うん、この幅の、ね、この上まであるような、はい、この形なんですけどね、はい、それにね、あのマミマ、あの何ビートル持ってるんですよ、ワーゲンの。あ、それでフェイスブックの、そうそうそう、あのマークっていうか、そうそうそう、写真は うん、ビートルですね、うん、それはね、うちの母も好きで、私も好きで、娘も好きっていうことで、念願、あんまり車の執着ってなかったんですけどね、執着心ってなかったんですけど、初めて自分がこうあれした時に欲しいなと思って、うん、でこの黄色のこのこれワーゲン見た時にすっごい気に入ってしまって、自分が結構買った時はそう、まあ大したことないっていうか、まあね、それなんですけど、2か年、今4年ぐらい持ってるんですけど、うん、もうその買った分ぐらいの修理値がかかった。今回も今修理入れてるんですよ。前に言われたんですよね、あのワーゲンは要するに乗るよりもでっから運ばれるのが多いよと。ああでっかで持って帰ったこともある。修理すると要するにもう1ヶ月は帰ってこないような状態なんですよ。だからそれもあって、なぜかわかんないんですけど、あの趣味っていう、趣味っていうのか、なんか一つのことに凝ってしまう、うん、例えば食べ物でも一時このしお店やって和風亭に行くって言ったら、もうほんと毎月3ヶ月が和風亭なんですよ、食べに行くときは。で、うちで食事するときにも野菜炒めたら1週間もう2週間でも毎ほとんどもう和今。そして今私が凝ってるのはハートビートのあのハーフハーフって言いましてね、あの肉と要するにステーキとチキンの照り焼きなんです。これがあれで1000円なんですけど、これにもう週に4回ぐらいもう何すで、またこれなんだ、またこれも、あともだいたい決まってるんですよ。その中に他で何か食べるときに予算のよ、ね、よそで食べるときにあるすね、もうハートビートに頼むとこれだけ、うん、なんかそういったのがあって、だから今回は趣味みたいのが結局韓流にずっとハマってたんですよ、私は、はい、うん、で一応今あのゲオは韓流10本借りたら2週間ですよね、2週間借りるんですよ、1週間でもなくて。そうなんですか、うん、そうそう、それやると2週間あるからっていうので、あんまりこうあれ見ないんですよね、ゆっくり見るわけだから。そうすると暇でしょ。その間何をするかっていうと、また今みたいにこのビートルをこう書いてさ、多くいつか見に来てください。結構、うん、自分我ながらにまああの綺麗に書いたんではなくて、こうちょっと半分漫画帳のこうちょっと汚れたようなあのビートルを書いたような形でやってるんですけど、こういったのを1日で仕上げて自分で、うん、で満足したり、でさっきのね、あの洋裁っていうのはもともと私家政科っていうこのあれ料理とこのあれが好きだったんで、でそういったのがあったんで、結局はこの縫うのも結構やればできるっていう感じがあるんで、それであの孫のこの帯でね、そういうふうに作ったっていうんで、でこういったのがやったり、だから何が趣味なのって言ったら、もうなんていうのかな、その一時期何かに凝ってしまう、うん、だからあのタモさんみたいに、まあ、初めてね、普通趣味がね本当に何年も続けばいいんですけど、まあ、せいぜい続いて1年続くかな、また次何か見つけたり、であの大抵自分の中で何でも挑戦してみるっていうの、うん、だから一応に一つのこの何かは普通よりかちょっとだけはできる状態で持っていこうっていうのが私のやり方なんですよ。で、ただ子供たちに教えたりするのは、あの親よりも一つだけはあのなんていう優れたものを持っておきなさい、勝ちなさいっていうの、親より一つだけは勝つことを覚えなさいよっていうことをよく言うんですよ。例えばこの年で親よりもね長く生きてないでしょ、子供って。で自分の子供だからね、望むことって親に勝つわけないって私逆に言うんですよ、いろんな年にしてもいろんなことだけど、たった一つでいいんだよと。例えば私なんかもあんまりパソコンできないから、パソコンだけを子供には負けてる、逆に親に教えてるんだよみたいな、そういう形ののとか何でもいいと思うんですよ。必
ずも子供っていうのは親越してくるかもしれないけども、うん、今私たちが万事の時はたった1個でいいんだよと、うん、そして例えばこういう仕事でもいい何でもいいから何かやった時に1回だけは一等賞を狙いなさいって言うんです、うん、私は賞でも何でもいいから絵を描いたりすると、うん、だからいつかね田本さん、はい、個展出してみてくださいよそれを出せるぐらいに、でそれをやったら次は自分はそのまま続けるのか、うん、でこれでやっていくのか趣味をね、で次はどうするのかってことを私考えてもいいと思うんですよ。私ハートビートを始めた以上は一度はカデナの方でね一番のお店だって言われるぐらいしたいなと思ってるんですけど、いつも最近はね、カデナは人がいない、もうどうしたらいいかなって、もうずっとこれ悩みなんですよ。よくみんなやってるなってカデナ人本当に通らないんですよね。寂しい、本当にそういうところなんですけど、でも いつかねハートビートも一等賞っていうのを取らせてみたいなっていうのがあるんですけどね。それから今日はね、もうタムさんこんなにしておしゃべりしてるんで、もう重中ゆんたくっていうことでねやりながら、うん、もう他のことの宣伝よりも今日は私自分自身のこととハートビートの宣伝をしようかなってずっと考えてる。 あまり言わないでしょ今までって、ハートビート宣伝って ね先月前の時にちょっと言ったぐらいで、ハートビートってね、ハートビートランチっていうのがあるんですよ。780円で普通にハートビートランチっていうのを昼間出して750円でね出してるんですけど、もう一つはハート、これは B なんですよ。ハートビートランチの A っていうのがあるんです。もともと出していた最初のオープン当時から出してるんですけど、 A さんのを用意してしてます、がコピー用紙 A さん、はい、結構大きいですよね。あのお皿と同じお皿の お皿があるんですよ、はい、それに目いっぱい詰め込んで、で、あとスープとコーヒーが別でつくという感じの、それが1450円で、みんな来た時わーって言いますよ。だけどマミはあれにね挑戦して6回ぐらい挑戦したんですけど、一度も完食したことはない、うん、男性の方で2人ぐらいかな、そんなに、女性の方が1人ぐらい完食したぐらいで、でも結構人気があって、うん、で例えばここで何かするけ10皿ぐらいだったら出せるんですけど、20皿だったらもう結構それっけ容器もないんです、大きなのが、うん、だからそうそうそう、で10皿ぐらいだったらまあどうにか出せるっていう形のあれなんですけどね。でも沖縄では昼食べても夜食べてもランチですよね夜の方がランチ多いですよ。そう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 、 A ランチ B ランチ、これはもうアメリカのこの流れっていうかね、そういった形なのがあるんですよね。でね、私思ったんですけど、ハートビートの一つずつの料理って結構美味しいと思うんですよ。生姜焼きにしてもチキンのこう照り焼きとか、チキンの甘辛チキンとあるんですけど、結構いいんじゃないかなって。ステーキにしても結構柔らかくしてるし、で、あとゴーヤーチャンプルーとか洋風のこうアメリカンの感じにプラスウチナー料理っていうのがあって、まあ和食がないっていうのがネックよね。うちは刺身とか和食煮物は私が例えば30名ぐらいの予約あったり、バイキング式のこれがあった時におでんとかでちょっとした何ていう煮物っていうのをこうやるんですけどね、それ以外ではあんまり煮物使わないっていう形でやってるんですけど、うちのナーベーラーチャンプル、私は絶対男の方が来てからね、私は絶対ナーベーラーなんてもう自分のお家で作ってナーベーラーもしょっちゅう料理してると、だからナーベーラーをねよそで食べるのが考えられないっていうことを言ってたんですよ。もう自慢げに言ってね、結構作って、でもちょっと聞きたいんだけど、これどんな人作ってるねって言ったんですよ、この男性の方が。うん、いや私もわからないさ、だからうち厨房の人が、私こんなにねナーベラ作ってるんだけどこれいくらねって、あの時608円だったんですよ。今もほら時期でまだね今から出すと思うんですけどね、去年ぐらいの話よ、608円、売りやれから私これだったら608円出しても食べに来てもいいさっていうこと言ったんですよ、うん、
なぜだろう、私絶対このナーベラなんてよそで食べるってのはもうアホらしいと思ったんだよって言ったんだけど、これだったら金出しても食べに来てもいいなってこと一言言われたら嬉しくてね。であと生姜焼きで、沖縄市からね若い美容師さんがあの豆腐チャンプルを食べに来るって言うんですよ。うちの厨房のおばさんが作る豆腐チャンプルがとっても美味しいと、でこの豆腐が美味しいという形でね、こういったものをこの本当にその従業員とかみんな誘って、この人はねなんかあの東京に何かを食べに行くからとか3万円の旅費あれして、これ1万5000円の料理を食べて、ただ1日で被害して1泊で帰ってくるという子が、ハートビートの豆腐チャンプルとっても美味しいということで、それを食べに来るんですよ。今メニューにこうちゃんとしてこう出してない場合もあるんだけど、頼んだら出てくる、うちは。例えばナス炒めでも ありますかって言ったら出てくるような、今日はないけどあるよとか、だからこんなのが結構ある。例えば今言ったあの RM のさくらさんっていう人がいるんですけど、その子はアメリカのハーフなんですけど、うちに来たらグリーンカレーっていうのを頼むんですよ。メニューにないんですけど、食べたいなって出てくる。裏メニューで。そうそうそう。だからこんなのあるねって言ったら出てくるのがハートビートだっていう。材料さえあればこう結構。そのまた味がねすごいいいわけよ。だからこの裏メニューっていうのがこう結構いいっていうのがねハートビート。メニューを最初たくさん出したんですよ。そうするとこんなたくさんなくてもいいんじゃないとか、いろんなのもでもいろいろハートビートはこのもう4年間の間にいろいろ工夫をしてここまで来たっていう形なんですけど、逆に私からしたら裏メニューが結構いいかなっていうのも出てくるんでね。だからそういった面ではこうハートビートはちょっと一回一言言ってみる、メニューはないよって言っても、だって厨房に聞いてみたらあるよみたいな感じのね。そして例えば油、普通こういう料理店の美味しいっていう味は味食うたっていうのがありますよね、うちのあれは。だからその味食うたみたいな感じがするんだけど、例えば自分は今こういう血圧が高いとか、例えば食事にこうしてんですよって言ったら薄味にしたりとか油控えめにしたりとか、そういったのがまたやってくれるんですよ、個人的に頼めば。だから結構融通の効く、普通は面倒だって言うんですけど、結構こういった時には年配の方で、例えば私は野菜チャンプル作る時なんかちょっとパリパリあんまり炊けてない方に、歯が今28本差し歯ね、いろいろ治療をしてるんですけど、あるんで噛んでよくこのパリパリっていうのが好きで、あんまり強く煮ないでよって言うんですけど、うちの主人なんかもどっちかっていうと柔らかいのが好き、麺でも柔らかいのが好きっていうのがあるんでね、そういったことすると私のあんまり強く炊かないでよとかで、例えば結構年配の方多いんですよ。そうするとちょっとね炒めるときに少し強みにしたりとか、そういった形のも融通の効くこういうハートビート、本当に厨房にいるまあおばあちゃんも、おばあちゃんだよね、私も含めてみんなおじおばあがやってる状態なんですけど、本当に昔から自分たちでこの漫画館っていう漫画家美里っていうこのそこで自分たちでお店をやっていた人たちを一緒に連れてきて、何十年もこの料理にやってる人たちなんでね、そういう融通が効いてお客さんのこういったのもできるぐらいのね、本当にハートビートをねおじいとおばあがやってるんですよ、厨房も。私より一番年下に3つ下だから。でもう一人兄弟で厨房にいるんですが、もう一人は1つ下、1つ下と3つ下の人がまあおばちゃんでもおばあちゃんやね、孫いるし、私もで、うちマスターと今4名でやってる状態なんですけどね、私はもう口だけアドバイスで、何か大きいこう予約が入ったら、よしじゃあ私も頑張っておでん作ってあげるよとか煮物作ってあげるよって言うんですけど、それぐらいのもんで、あとはもうだからこの作り方もわからないんですよ。生姜焼きどんなして作るのっても秘伝のタレとやり方があるみたいですよ。私が作るとこれタレあるからねって言って自分で上でちょっと持ってきて作るとなんか違うのよね。だからうちの料理みたいなあれなんですけど、あの子たちが あの子たちがって言うとおかしいけど、うちの厨房のおばあたちが作るって言ったら怒られるね。そのおばあたちが作る料理っていうのは
このステーキにしてもこの混ぜ方、こういったのがね、やっぱり自分たちの独特の、言われてもだからあのナーベラチャンプルをどんなに作ってるのって言われても、私に言われてもわからないなとかさそんな状態の本当にうちのハートビートはね、こういった形でもうおじおばが作ってるんだけど、結構お店的に外見から見たら洒落た店、ちょっと入りにくいで、店がこういうちょうど車1台入るぐらいの奥に入ってるんで、通り過ぎてしまうようなところなんですけど、で嘉手納の方のこういう銀行の本当龍銀の斜め向かい元の開放銀行っていうのがあるんですけどね、そこがうちなんですよ。だから嘉手納で行ったらもう今キーストンさんってこういうこの隣って言った方がいいのかな、それでもキーストンって言ったら何なのって形になっちゃうから、制服とかこういうカルチウェアこういったの作ってるんですけど、そこも那覇から見えるんですけどね、鉢方が近くなる方が頑張ってらっしゃる。でそれのうち隣が東かっていう大きい看板があるんですけど、そこの東かの先生も今度も80越したってことで引退されたんですよ。お店閉まってるんです。だからみんな年齢的に結構年配の方たちがいて、で一番なんかクラブみたいなところがあるんですけど、そこの人たちもね、田本さんぐらい年齢の方の若い方がそこいらっしゃるっていう、この一番若くてこういうこうヤングなあれな形なんですけどね。ただね、この通りには結構今新しい店があって、畳屋さんもあるんですよ。また向こう側の奥の方にもあるんですけど、このまた畳屋さんが若い30代ぐらいかな。だからこういう例えば病室とか焼肉屋さんとかできていたんですが、最近その方たちが昔からいる方たちは結構な年齢の方なんですけど、最近もう店舗が入ったのがこう埋まってきてですね、若い方が増えてきて、その通り会をねちょっと作ってみたいなみたいな感じで、私はもう本当にね、主人の尻は叩いてもなかなか動いてくれないんで、このその周囲の若い人たちをちょっと叩いて、この通り会を作って、で昔ながらのね、なんていうのかな、どこの私あちこち行くんであれなんですけど、どこの国でも例えば中国とか韓国とかあいたところでもですね、こういういろんな昔の骨董品とか壺とかそういうガラス細工とか、こう昔からの伝統的なこういったものを売ってるその通りみたいのがあるんですよ、韓国の中でも。だけど沖縄はほら前は壺屋焼きとかそういった時昔の街並みがあったんですけど、あいた形のね、今読谷でこういろんな壺とかみんな来てますよ、読谷に。ガラスね、のこういったコップ、いろんなこのガラスのうちなのね、そういったのもあるんで、そういったこうあれが嘉手納のこの通り、そこにアーケードでも作ってできないかなとか言ってるんですけどね、なんせ通り会がないからちょっと難しいって話を何名かに言われて、で町長のとこにこの自分のなんていうこういうアイデアがあるから、こういう要望があるから持ってきますねって書いてはいるんですよ。でも 2,3 名の方に話するとまたこの通り会がないからというか、またこれを提出した人も置いとく、今コピーして置いてあるんですけどね、町長がうちのところに見えるたびに町長から行きますよねって声をかけるんですけど、誰かに話すと自分がガクってしてしまうっていう状態でね、そんな状態で夢だけはもう本当に今60還暦過ぎてるんですけど、多分夢だけは気持ちだけは若い、多分負けないと、もっと若いと思いますよ私はおしゃれをしたり行動的ですか、もう思い立ったらすぐもうその有言実行ということで、普通はほら行ってもなかなか前に進まない、あれやこれやって考えるんです。私はまずは歩いてみる、やってみるっていうのがあるんでね、そういった形なんですけど、田本さんはどんなですか、有言実行、ね、まずはちょっとやってみるからありますね、うん、で今持ってるものの中で表現できるものをまずやってみるのがあるんですけど、前はやっぱりいいのかなとか自分がとかっていうのが結構あったんですけど、うん、最近はいやまずは動いてみないとやっぱりわからないっていうのは、うんうん、
いろんな人からのアドバイスもあるし、自分自身も気づくんで、うん、やっぱり小さなちょこっとしたことでも本当にまずはやってみようかなと、うん、最近心がけていますね。でも最初お会いした時にちょっとおとなしくて、そんなにね、あの行動良くないのかなとか思ったりしたイメージがあったんですけど、あのフェイスブック見てたら、結構ねこういった形のあれがあるんだと思ってね、すごく表現力っていうのかな、あれ見てたらいいなと思ったんですよ、うん、だから今喋っていてもね、私の方がもう本当に90% 以上喋りまくってるって形なんですけど、うん、でもやっぱり人の表現力っていうのはそこですよね。結局口で言えないものは何かものにしたり、こう書いたりとかね、そういったのをやれる、こういうやり方っていうね、自分の本当のまあいろいろありますからね。私はもう喋ることはまあどうにか喋るんですけど、あれよあれっていうのが多いわけ自分で分かってるんですけど、この口から出てこないっていうのかな昔ね、うち6名女だけで6名兄弟いるんですよ。で一番成功だから、例えば上からもう、うちの母はもう私を呼んでるんですけど、名前をバババババって言うんですけど、誰やんで、ややさって言うわけ。なんで私の名前出てこなかったの、若父さんにしか言わないわけ。だからそういうふうに言っていた、あれよこれよってこう名前上から言ってくる間に、結局私の名前が出てこない、一番成功の。だから今それを自分がやってることがね、もう本当にこの60代をこう入ったらこれが出てくるんですよ。多分私一人かなと、多分出てくる。うちの、まあ、妻のお母さん、うん、自分の母は早く亡くなったんですけど、うん、妻のお母さんはやっぱり、うん、あの孫は全員名前言ってから誰だったかなとか、うん、いうのはありますですよね。自分で慰めてるんだけど沖縄のおばあたちはなんか、ね、毎日はもうそれできないって、あの子のあのネーブルカレーのあるでしょ、はい、たったあれだけのことなのに今言うでしょ、次に向こうにほらあっちにいようって言うわけ、でどこよって、あ向こうさって言うけど、ほら向こうのって言うからネーブルカレーなんか出てこないとかあるんですよ。これボケの始まりなのかなとかいろいろ思ったりするけど、ちょっとそれと違う、なんかあの自分の頭で中で覚えてるのと、この言おうとしてる言葉が出てこない。だからあの今回私あの人類を救う最後の砦の本っていうのがありますよね、はい、うん、この本の電子辞書っていうのは書籍、はい、これを今度この20日から出ることになったんですよ。今月ですか。そう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 、それでその用紙が来ていてちゃんと言おうと思ったんだ、あの分からんこと言わん方がいいよって言うんですけど、自分の宣伝出してっていうことで、まあ、全国的にこうあれしてるんで、まだあのまた次の時にちゃんとどこからっていうこのあれをやろうかなと思ってるんですけどね、こういったものがなかなか出てこない。そしてまたあのこういったのなドットなんとかかんとかっていうしょ、このいるこれが言えないだって呼び方が分からないしね、やっとこさフェイスブックをどうにかできるようになった、それで LINE ができるようになった、で今ブログも頑張ってるんですよ。雨ブログもなさった。そう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 。それもだけど一回やってみて送った後からちょっとおかしいわけさ、この訂正文をしようとするんだけど、この訂正の仕方があるらしいんですけど、はい、これができないからもう出してしまったらその状態で終わりっていうやり方。だけどそれでも一生懸命頑張ってるっていうのも本当おばあちゃんよね。だからそれだけでもいいかなと思うんですけど、やっぱりこう年齢とともにね、あの体力もなんだけど、この表現昔はね一回見るだけでも本当にもう名前とかをほとんど覚えてたんですよ。あのそれはね、でも60歳になるとあの人間の人を見る心の扉っていうのがあるんですよ、うん、その扉がね全開するのが17歳、でこれが27歳まで開きっぱなしって。だから人間の心の扉はだいたい何歳からだ、まあ、これもまた忘れてたんだけど開きますよね。心の扉が開くと
人間人見知りしたりするのも人を見る、お母さんこの人いい人かな悪い人かなっていうのを 見分けるのの、この人見知りするのは当たり前らしいんですよ。これ成長する段階でいいことだから、母親が悪いんではないらしいです。だから子どもの脳の中でこの人はいい人なのかな悪い人なのかなっていうのを見分けるためにこの人見知りをするらしい。始まってくるのはその脳がそういうふうに動いてくるかららしいんですよ。で泣いたりするのもね、そこで心の扉が開いて、で17歳からもう絶好調に満開開くんですよ。だから人をいろんなことで見るようになってくるんですよね。でそしてこれが27歳まで確実に開く。もうだから勉強するんだったらもうその前の間が最高潮にいいということですよね。だから徐々に小学校からだってもう高校の 2,3 年ぐらい全開するんですよ。だけどこの心の扉が60歳で結局は半分に開く、閉じてしまうらしいです。半分閉じるんです、逆に。そして80歳では完全に閉じるって。だから80歳になる人に結局はあの物事を教えようと思ったら無理だということなんです。だからそういったことがあるんで、だから私たち60歳になってからいろんなことを新しいことやると面倒くさいっていう言葉言うのは、それはもう結局そうだね、小学校5年生の子供に言ってる状態で教えていかないと無理だということです。60歳過ぎた人に何かパソコンしなさい、コンピューターしなさいとか新しいことをさせようと思うんだったら、小学校5年生の子に教える状態で持っていかないと、要するに覚えきれない、できないっていうことなんですよね。だから私もこれがあるんで、自分があの子のするのに関してのこのプレッシャーっていうのは別にないんですよ。これが当たり前だと思ってるから、もうだいたい閉じてくるのは自分でも分かってるし、だから今ねまだ閉まってないから全部は、やる新しいことにね4月から挑戦されたんでしょ。うん、だからこういったのにやってみる、今中学生が挑戦してるのと一緒だと思ったらいいですよ。うん、この年齢を逆算するとね、今逆算するとあの60歳あと20年では全部閉まるんですけど、小学校5年からこう大体もうね半分以上空いてますから、それでやって中学生ぐらい、今40歳になると中学生ぐらいっていうことですよ。でこれがだん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 60歳になると高校生ぐらいのね、これが前回だったのが半分小学校5年になるということですよね。だからそれぐらいにやるんだったら、あなたが小学校5年ぐらいにぐらいの年齢だと思って何か新しいことをやるためには、その小学校5年生と思ってやったら今60歳の時だったら一番いいということです。全然できないじゃなくて、あの頃思い出して何かやろうと思ったことがあるんだったらできますよってことなんですよ。だから全然そういったものに悲観はしてないんですよ。でおしゃれをすることを忘れないようにっていうのと、自分はあのおばあちゃんとかいう言葉は別におばさんとか言われても気にならないんですよ。ただそれだからっていうことで、心はおそらく保たれるも若い、私は20代ぐらいの考え方、まだこれからいろんなことに挑戦しようと思ってますからね。で私が買ってくるバッグとか靴とかそういったうちの娘半分以上私は持って行ってますよ。うん、で下着でも本当にこういったのも全部あのどんなのが欲しいって聞くんですよ、お土産にしてもあちこち行くと。そしたらこんなのが欲しい、こういうメーカーののっていう形で予算に合えばそこを探してくるんです、私は。だから原宿行ってちりめんつけて、そのお店入ったらんって普通するんですけど、あ娘のねプレゼントお土産だからって言ったら、どれぐらいの年齢ですかって向こうもまたそういうふうに言ってくれた、うん、こんな感じかなあんな感じかなって、そういったの買ってくるんですよ。普通おばがなかなかその若い子たちのこの見てそれはしないでしょ。大抵気に入らないというのはないんですよね。だからもうほとんど買ってきたものはつけてもらえるっていうの、だから気持ちが若いから、でこの子たちの年齢に自分もあれして、あの雑誌とかああいったのを見るんじゃないよ。だけどこの子たちのファッションこういったものってまだ自分たちの感自分の感覚あのでイメージがありますよね。それをこの子がこれつけたら素敵だろうなとかいいだろうなっていうのがあるから、でこの子たちといろんなのの、このあのすぐ子供たちあのちっちゃい子ね、どこのあのキャラクターが好きなのってすぐ聞くんですよ。そうすると
この子が誕生日だとか何かという時にはね、そのキャラクターを買ってくるとか、それは間違いないんですよね。そういうやり方でする、すぐも相手の気持ちがどんな人が喜んでくれるかな、もうすぐそれ考えますね。だからあのミムちゃんが誕生日の時に眠れないって言ってたん で、あの子のイメージだいたいどっちかといえば、あのあんまり派手な、派手ってデザイン派手だけど色は派手なのっていうのはあ見たことない ね、 うね、うん、デザイン的な派手なんだけど、だけどどうしてもワンポイントでちょっと赤いのが欲しいなと思って、あの眠れないって言ってクジャク入れようと思ってやってるんで、クジャクがないんですよ、探せなくて今まであったのが。そしたらそれでどうしても赤が欲しいなと思って、赤い時をポイントに入れたら結構喜んでくれて、この持ち物にちょっときたポイントを入れるとか、そういったことをね、コロクがな何か買う時は何をやったら喜んでくれるかなとかすぐ考えちゃうんですよね。そういったものが頭の方がなんかあんまりボケない、こう新しい若い子たちと一緒にやっていけるっていうのがあるんじゃないかなと思うんですよ。だこういったものはね、いつまでも皆さんにも忘れてほしくないなっていうのがあるんですよね。あと7分8分弱ですね。次何にしましょうか。田本さん、何か聞きたいことがあるんでしょう。私の会った時にこの7分間の間に、そのために残してたんです。そうそう言われるとまた怖いです。なんか言ってましたよね、何か言われるんじゃないかねっていうの、すぐ最初の時にね、いつもなんか、うん、なんかでも大体自分あの前からこうなんていうんですか、変な感覚があって、うん、なんかこういらんのまで取っちゃうのがあるんで、うん、いろんな人のなんか感情だったり、うん、感覚だったり、うん、だからそういった部分では結構こういうのってどうなんだろうって一時期は本当に嫌だな、うん、自分が相手に合わせるのがもう本当に苦しくて、うん、もう本当にもうちょっとフェードアウトしたいみたいなことが何とかあったもんです、うんうんうん、これは何、例えば人のこういう口なんみたいなもの、それとも例えば目に見えないもののこと、その人のいろんな感情とか、うん、うん、僕はだからそういう霊的なものが見えるとかそういうのはないですけど、うん、ただ体にこう反応が、うん、痛みとか、うん、こう痒みとか、うん、しびれとかがあるので、なんか結構皆さんが話してるうちに相手はすっきりするんですけど、自分はなんかヘロヘロになってる。なるほどね。あ、その払い方とかね、はい、そういったものですよね。あのよくもう何度もお話しするんですけど、子供が夜泣きしたり、学校でほら子供って小学生ぐらいの子供たちがちょっと変なのを見てるような感じ、あっちで変なのが見えたさって前はよく聞いていたんですけど、最近はねあまり子供たちとあのもう子供たち多くなったんで関わらないんですけど、そういう子たちはねグミを食べさせなさいとか羊羹を食べさせなさいとか言うんですよ、あのゼリー状のもの、うん、それするとそれを払う。なんかこう子供たちこれぐらいのこうグミみたいなの食べさせるんですよ、長いこう赤いあの歯がね生えてくる前とか、あ歯がちょっと入りかけの時に口がちょっとあれするからってこと食べさせるとか言うんですけど、外人はもうほとんどアメリカなんかこうグミが結構あるんですよね。だからそれ食べるとこういったののあれを払う、見えなくするっていうこの力霊を払うっていうんですよ。ただ逆にこういった羊羹とかゼリーとかいうものを法事ごとに使っちゃうと、そこの法事をやっているおじいちゃんおばあちゃんをも払うことになるから、それは避けてほしいな。仏壇ごとにはお祝いごとにはいいですよ、ゼリーとかあいたのやってもいいんですけど、あのこういう仏壇ごとには羊羹とかゼリーは禁句、もうなんて使っちゃいけないっていう形ですよね。で田本さん今お守りとか持ってます、何か。お守りは、はい、どういった感じですか。石何の石ですの。あれは何の石だったか。水晶ではなくて。水晶ではないです、ね。どんな色ですか。透明白っぽいやつです。水晶ではない、あグレーの石、それとも。グレーではないですね。本当にあの、うん、白っぽいやつ、うん。それ洗ったりしてます。洗うのはやってないですね。あのね、うん、石っていうのは。こういうお守りとしてはこれの中に吸い込んでしまうっていうのがあるんですよ。で羽のかすっていう形があるんで、吸ったら入ったりするっていうのは必ず洗う。
だからこうブレスレットでも切れるからっていうのがあるんですけど、でブレスレットを例えば洗わない場合はこうまた別の石があるんですよ。この石に置いとくっていうのがあるんですよ。だからそうすることで吸ったものを吐き出させるこの石っていうのがあるんです。また、だから夜帰ってきたらそこに時計と一緒じゃないけど、時計は時計で別なんです。このちっちゃい小石を買ってきて、そういったのありますか、800円ぐらいかあると思うんです。この石屋さんには大体ありますからね。そういったものを置いてから除去してまた新しいこの石をやるという形をしないと、この石でも溜まって人のこのあなたがね体に来ない分をこの石が吸い取ってしまうでしょ。その後にこの石自体から張りのかす力をねをさせないと、このねこの石に入っちゃってるものが今度は逆にもうあなたにポンと逆に当たっちゃう時もあるっていうことですよね。これは分かってほしい。ただある程度のものはもう洗って、水晶はもうとりあえず水をが必要だから洗いなさいよって言うんですよ私は。だから私たちみたいに大きいこういう紙棚とかこういったの作った時に年に1回こういう水晶玉とか全部洗うんですけどね、そうじゃない皆さんが持ってるこのブレスレットとかそういったの持ってるのは水で、でもう外れたらもう1回また医者さん結構無料でやってくれるでしょ。 そうですね、それをやっとか、それじゃなければこの洗わなければありますよ、この除去をするっていうこの石が、それの中にちょっとしたお皿を置いててそこに置くっていう、で車に置いておく人は袋を入れておいてそこの中に入れておく、その1日終わったものはこれに入れて、ちょっと今日変だったなと思った時には必ずそれをやる癖をつけるっていう、そういうことやった方がいいですね。でうちなら一番いいのはね、サンゴってあるでしょ、はい、ススキで、ススキに似たものね、この間ちょっと間違える人もいるわけよ。ススキに似たものはがあるんですよ、道端に。ススキはね、必ずあれしたら手を切ります。ちょっとギザギザ、はいはい、だけどあれは少し細かいですけど、そんな手を切るほどではない。あの草は何て言うんだろうな。だからそれを間違えるとこの本当のこのサンゴにはならんよっていうのがあるんですよね、はい、うん、ぜひそういったことを覚えてもらって、はい、もしあれだったら、あとはどうしてもらえたら自分の干支の観音様のこのカードっていうのがあるんですよ。あれ、テリア仏具店とか、で、あと那覇の、平和通りの中に売ってるところもあるんですけどね、こういったところのものからもらうとか、それじゃなければ12箇所とか、で、沖縄でも自分の干支のものと普天間神宮とか、波の家とかね、そういったところからお札をもらうとか、そういったこともいいと思います。で、あとは塩。はい、塩は念の強いあれを払うっていうんです。だからその霊自体払うんじゃなくて念を払う。で口なんとかこう自分がほらあれしてるでしょ、いろんなの受けやすいっていうこと言ってますよね。その時には口をゆすいで手を払う。でお家の中で喧嘩をしたら水で流す。こういったことを一つずつ覚えていくといいんじゃないかな。こういった時はね、すぐトイレ行って手を洗うことです。はい、そういうことで今日は1時間あっという間ね、はい、マミだけどおしゃべりになってまいりました。本当ありがとうございます。はい、失礼します。こんなおしゃべりよかったのかな。いつも。はい、ありがとうございました。はい。シャリマまで行ってこんかな。